行こう。すごい。そうね。ねえねえ、おう、ふんふん、どうする？うお！だったら。なあ、それじゃ、うん、な、そういえば。マジかよ。うんうん。やれやれ。というわけで、事件解決を祝して乾杯。乾杯。かあ、やっぱ仕事の後は炭酸だな。おっさんか。というか、なぜウニバなんだ。大阪と言ったらウニバでしょう。賑やかで雰囲気も合ってるかなって。さすがアンドのナイスチョイスだ。お前、怪盗服でバイトしてこいよ。人気出るかもしれねえぞ。おい、こら、着ぐるみじゃねえぞ。こうしてると去年のことを思い出すわね。怪盗として命を懸けて戦って、苦労や喜びをみんなで分かち合ってた。だが、倒したターゲットたちの印象は以前の主たちとはまるで違うな。ヒイラギアリス、夏目アンゴ、兵藤マリコ、
そして近衛明、倒すべき敵だったのは間違いないが、それぞれ事情を抱えていた。それで罪が消えはしない。だが単なる悪と切り捨てるのも難しい。そうだね、みんな何かに苦しんでた。誰だって悩んだり迷ったりすることはあるわ。そしてそれはきっと一生続く。でも大切なのは何かにつまずいた時にどうするかってことなんだと思う。キングにされた連中はそのつまずいたところをつけ込まれたんだ。改心させて周囲の人間を言いなりにすることで本当の自分から目を背けちまった。でも決して人事じゃないよね。苦しくて辛くてどうしようもない時にそれを解決できる方法があるって聞いたら、私たちだって迷い込むことがあるかもしれない。ああ、俺らの場合は大丈夫だろ。また調子いいこと言って。誰かが悩んでたら他の奴らが放っとかねえだろ。俺一人だったら危ねえけど、お前らと一緒なら大丈夫って気がすんだよな。リュウジ確かにそうね。特にリュウジは注意しとかなくちゃ。お、鉄拳制裁の出番だな。なんで俺だけなんだよ。そうだな、みんながいるならたとえ苦しいことがあっても道を踏み外したりはしない。怪盗団なら大丈夫だ、私が保証する何一言みてえに言ってんだ。お前も怪盗団だろ。ああ、ソフィアも善吉も我が輩たち怪盗団の仲間だ。ありがとうみんな。よし、まとまったところで大阪最後の夜を満喫するぞ。いて、よう。そうなのか。興味深い。マジか。美しい。はあ、オンに切る。だったらよ、
任せろ。というわけで、事件解決を祝して乾杯。乾杯。かあ、やっぱ仕事の後は炭酸だな。おっさんか。というか、なぜ